テルスター衛星はアメリカ航空宇宙局が打ち上げた通信放送衛星。テルスター1号は AT&T の依頼を受けてベル研究所が制作したもので、1962年7月10日にケープカナベラル空軍基地からソーデルタで打ち上げられ、パリからアメリカへのテレビ中継に成功した。当時の技術的限界からもと対応時間が短かった上、 高高度各実験による電磁パルスの直撃を受けたこともあって運用できたのはわずか7ヶ月であった。動作はしていないが現在でも衛星軌道上に止まっている。テルスター2号は1963年5月7日にケープカナベラル空軍基地からデルタ B で打ち上げられた。テルスター1号と基本的に同じ機体であったがテルスター2号は バンアレン体における高エネルギーの用紙及び電子の分布を計測する科学衛星の位置づけも兼ねていた。テルスター1号とテルスター2号は基本的に同じ機体であり、ほぼ休憩で、姿勢制御はスピン安定方式、ミッション機器である送信機を2つ搭載していた。テレメトリは PCM、FM、AM で変調され、受信するのに1分ほどかかった。 テルスター1号は3600セルの太陽電池から供給される14ワットの電力で動作し、打ち上げの13日後には、米、王冠でのテレビ放送の生中継が行われた。西ドイツも放送試験に参加し、同国西部のデュイスブルグにある航路で働く、労働者が映された。映像の画質は、現在からすると、極めて劣悪であった。 ニューヨーク市街とゴールデンゲートブリッジの映像も同じように画質が悪かったが当時の人々にとってはまるで地球の裏側の出来事を見ているかのような印象を与えた。一方でテルスター1号は当時の技術的限界から低軌道に投入されたため衛星が地上局からの可視範囲に入って送受信が行えるのはわずか30分に止まり長時間の連続中継はできなかった。 また、送信機の出力はわずか2.25ワットに過ぎず、地上局に直径30メートル以上のパラボラアンテナを置いて、衛星からの信号を100億倍にまで増幅しなければならなかった。とはいえ、現在までに数千機もの通信衛星が、軍事、科学、通信、放送の各分野で利用されており、テルスター1号がその礎となったことは、間違いない。 テルスター1号は1962年7月9日に行われた高高度核実験ドミニク作戦クスターフィッシュプライム実験で放射された強烈な電磁パルスの影響で1962年11月から不規則な動作をするようになりたびたび衛星の電源を入れ直して対応していた1962年11月23日にはコマンド系が応答しなくなったが 12月20日に正常に再起動することに成功し、その後しばらくは断続的ながらデータを受信することができた。最終的には1963年2月21日に送信機が故障して運用を終了した。テルスター2号は科学ミッションとしてバンアレン体の観測を行うため、遠地点はバンアレン体の外体を通るよう、 高度 1800km に設定された。また、テルスター1号とは異なりテレメトリ系を用いて、価格観測の結果を常時送信するようになっていたため、テレメトリ情報は打ち上げ2年後に、ダイマーで VHF ビーコンが切られてから取得された。4736周回した後の1965年5月16日14時3分に、 VHF 送信機が停止されたが、その時点まで衛星の全機能は正常に動作していた。アメリカ側の地上局は1961年にメイン州アンドーバーに建設された。衛星側の送信機出力が小さいため、直径53メートルもある巨大な AT&T 製のアンテナが設置されていた。この地上局は後にリレー1号でも使用された。 ヨーロッパ側の地上局はフランスのブルターニュ地域圏にあるプルームール・ボデュ村近郊に建設され直径50メートルのドームの中に重量340トンの巨大なアンテナが設置されていた。この地上局の建物は現在も通信博物館の一部として現存している。1963年12月31日に放送された第14回 NHK。 紅白歌合戦にて、応援ゲストの柳谷金五郎が、プーパパー、プーパパー、私は、テルスターですと言いながら登場した。NASA、ゴダードスペースフライトセンター、テルスター1、ナショナルスペースサイエンスデータセンターマスターカタログ、2019年11月10日、閲覧。ABCDENASA、ゴダードスペースフライトセンター、ローンチ、オービタルインフォメーション4、テルスター1、 ナショナルスペースサイエンスデータセンターマスターカタログ2019年11月10日閲覧 ABNASA ゴダードスペースフライトセンタープロトンエレクトロンダディエーションナショナルスペースサイエンスデータセンターマスターカタログ2019年11月10日閲覧マクダウェルジョナサンローンチログジョナサン S スペースページ2017年5月3日閲覧 NASA ゴダードスペースフライトセンターテルスターに、ナショナルスペースサイエンスデータセンターマスターカタログ2019年11月10日閲覧 ABCDENASA ゴダードスペースフライトセンターローンチオービタルインフォメーション4テルスターに、ナショナルスペースサイエンスデータセンターマスターカタログ2019年11月10日閲覧世界初のテレビ衛星中継から50年 歴史を作った、テルスター AFBBB ニュース同日閲覧ダルグリッシュ、1989アンイントロダクションツーサテライトコミュニケーションズ、books.google.co.uk2018 年5月31日、閲覧。NASA、ゴダードスペースフライトセンター、テルスター 2NSSDC マスターカタログ2017年5月3日、閲覧。 この記述にはアメリカ合衆国内でパブリックドメインとなっている記述を含むありがとうございます。